じゃあまずは女性2人で行ってみましょうかね。キリキさん案内お願いします。はい、行きますか。はい、はい、これスタッフさん来た時の時点で落ちてました？ありましたね。これ多分中にあったとりあえず確定で言うのは昨日なかった。やだ。あ、今日あれだ。あれそう。え、これ、ね、何？あれ何？あの一人かくれんぼで結構前に一人かくれんぼっていう高齢術をしたお客さんが髪の毛とか入れるやつですよね。髪の毛入れる、うん、お焚き上げしないで、あのその人形だけ放置して、はい、帰っちゃった時のそのお焚き上げしてない良くない人形です。嘘。良くない人形が一日演出でしょ。いやいやだって僕出さないですよ。だってそんな。だってこれ背中に縫い目あるんですよ。ある。ほら。あるあるある。縫い目？この赤い糸で。あ、本当だ本当だ本当だ。ってるっすよ。ちょっとコロッとやっていいですか？でそんなのいいのかな？いや、ちょっとどうぞ。いや、やめとこう。そうっすね、やめといた方がいい。ちょっとこれ踏まない形でいきましょうか。はい。いや、当然踏みませんよ。そうっすね。失礼します。このマネキンがあの皆さんが今日一番寝たりとか滞在する部屋の向こうに立てかかってたんですけど、はい、まあなんか今年の初めくらいに結構長めの休みここあったんですよ、うん、その時に久々に来たらこのマネキンがこの廊下にバーンって倒れてて、はい、僕距離的にもう移動しすぎなんでこれ勝手に人間がやってんだろうって僕の中ではちょっと処理しちゃってるんですけど、うんうん、で実際にこのマネキンが動いた映像っていうのが結構あるんで、はい、はい、見ました。まあどっちか今ちょっと分かんないですよね、うん、実際霊的なのか人間的なのか、うん、一旦触らないとですけど、はい、失礼します。邪魔します。邪魔します。呪物。まあ、このフランス人形がさっき言った全焼人形、全焼するっていう僕たちの話したやつです、はい、で、まあ、ここが基本的に皆さんが今日滞在する、まあ、寝る部屋ですね、はいはい、でさっき言ったこの塩、はい、塩っていうのこういう感じです。ああ、もう完全パケですね。パケですよね。はい、これは塩かな。で、あの舐めた方とかいたんですけど、はい、やっぱこれは塩だったんですよ、はい、だけど多分カモフラで何個かに一つ。あ、これもある。これもある。え、これって日によって置いてる場所変わったりするんですか？じゃあ、まあ、変わったりした時もありましたね。ですけど、家の中いろんなところにありすぎて、はい、ちょっと把握しきれてないですけど。なるほど。でこれだけちょっとおかしいですよね。これだけなんか入ってんすよね。あ、ほんとだ。歯みたい。これね、多分爪かなんかだと思うんですよね、うん、あ、確かに爪みたいですね。確かにでかい。でかい足の爪かなんか。爪ですね。爪ですね、うん、見えるかな。これですかね。見えますかね。今これですね。空気ぬるくない？ぬるいです。生温かい。お線香の匂いみたいな。ちょっと、なぜですか？してるんですか？ちょっとしますね。お部屋入った途端に。
大丈夫ですか。でお線香は炊いてないです。しました、しました。で、まあここの3部屋は、今日滞在できる。ちなみになんか殺人現場にあった人形とかもあったりするんですか。殺人現場にあった人形はないのか。なんか噂で聞いちゃった。はない、うんうんうん。ここにはここに置いてるのは結構限られてるんですよ。はい。うわ、なくなってしょ。なんでね、なんで首が首、あー首か。なんでこの首は、はい、あのマネキンの首なんですけど、はい、この胴体と頭の場所がまたバラバラに、まあ、移動してて、まあ、これも不自然なんですけど、まあ、ここに僕あんま定点とか僕やんないですけど、はい、ここに定点仕掛けてマネキン撮ってた時あったんですよ、はい、そしたらマネキン結構露骨にグッて動いてましたね。はい、この首がですか。はい、もしよかったらあの動画をお送りするんで使っても大丈夫なんで。近くに私用がある。あ、本当だ。不思議なのが塩の入れ方違うんですよね。違います。うん、まとまってる。うん、まとまってますね。結構、うん、この首がですか。はい、もしよかったらあの動画をお送りするんで使っても大丈夫なんで。近くに私用がある。あ、本当だ。不思議なのが塩の入れ方違うんですよね。違います。うん、まとまってる。うん、まとまってますね。結構、うん、この胴体と頭の場所がまたバラバラに、まあ、移動してて、まあ、これも不自然なんですけど、まあ、ここに僕あんま定点とか僕やらないですけど、はい、ここに定点仕掛けてマネキン撮ってた時あったんですよ、はい、そしたらマネキン結構露骨にグッて動いてましたね。へえ、はい、この首がですか。はい、もしよかったらあの動画をお送りするんで使っても大丈夫なんで。うん、で、まあ、ここの火鉢の中にあの髪の毛が入ってるんですけど、この灰の中から出てきたって言ってお客さんが連絡があったんですけど、まあ、この髪の毛出てきた後に、まあ、後日にまたこの入ってたやつがバーンって散らばってたって言って、はい、連絡があって、それは散らばってたらこっちのやつですね。またこの入ってたやつがバーンって散らばってたって言って、はい、連絡があって、それは散らばってたらこっちのやつですね。で、ちょっとなんかウィッグの可能性もあるのかなと思って燃やしてみたんですよ、一本だけ、はい、そしたら紙でしたね。へー、うん、
だから肺の中に入ってこない色のやつと。確かに。で、こっちに。この絵はなんか人形持ってますね。本当だ。なんでこんな置き方するんですか。この絵はもうこれ、こっからあっちの部屋以外は僕一切触れてないんで、はい、まあ、これ元からこの状態なんですけど、この家、井戸で女の子が落っこちて亡くなってるんですよ、はい、うん、何年ぐらい。これもめっちゃ最近です。そうなんですか。行ったらこれも2000年代ですね。で、亡くなってて、まあその、やっぱ亡くなった女の子の話とかあるとちょっとリンクしちゃうんですけど、うん、結構服装が昔の女の子なんで、うん、はい、ちょっと同一人物なのかはちょっとわかんないですね、うん、はい、って感じです、はい、うん、この後黒いのは何ですか。これがわかんないんですよね。これでも内見の時なかったんですよね。何ですかね。脳汁、染みとかで。脳汁じゃねえ。脳汁なのかな。まあこれとかもわかんないんですけど、はい、まあ、ここにもバーンって割れた跡あるんですけど、はい、これ今みたいにこうやって説明してる時に向こうの説明してたら、まあ、こっちの部屋からバーンって聞こえて、うん、で、うおーっつってこっち見に来たらこれ割れてたと。で、夏なんで寒暖差でガラスバーンとかじゃないんですよね、はい、だからなんかそういう物理的なこともできちゃうんだってその時僕は思いましたね。やると思えばやらなくてよかったですよ。はい、で、まあこれトイレなんですけど、はい、まさか今日使うトイレじゃないですよね。あ、これは今日使うトイレです。これまあ洋式なんですけど、はい、まあこれ入ってトイレしてた方がなんか耳元で囁かれたと言って、うわーってここをボンってもいじゃったんですよ、はい、ドアノブ。焦って、だからこれ今閉めると内側から出れないですよ。危ない。だからちょっと開けとくか、ちょっと出してって言うしかないですね、はい、はい、閉じ込めるようなことはしないでくださいね、はい、より怖く、より怖くね。これがね、ドアノブの。あ、本当だ、抜く。はい、で、この部屋結構特殊で、これ僕が今からこれ閉めて皆さん閉じ込めることができちゃうんですよ、はい、これ外からしか鍵かかってなくて、はい、調べたらなんか座敷牢として、あ、子供をなんかちょっとお前ら入っちゃおうみたいな感じで使われてたと、はい、それだけならいいけど。そうですよね。でちょっと気になるのがこれなんですよ。めちゃくちゃ気になります。これなんか入ってるっぽいんですよ。で、もう、なんだろう、個人でこれ塞いだのがもう丸分かりなんですけど、はい、まあ最終日に僕これ破壊しようかなって思ってるんですけど、はい、まだ分かんないんだ。分かんないです。下手したらさっき言った話のなんかが出てくるかもしれないです。とか言ってたら下からこの液体がうわーっと歩いて出てきて、あ、本当だ、これその後ですか。これ水じゃないですよ、乾かないって。何の汁。でも死体だったらもっとガス出るなとか思うんですけど、だからここ開けるのはちょっとしたビッグイベントです。ビッグイベントですね。で、これちょっとモザイクなんですけど、多分ここに住んでた方の一人ですね、はいはい、その顔だけ残ってるの気持ち悪いですね。確かこれね、写真だってめちゃくちゃあったんで何個かあるのかなと思ったんですけど、はい、まあ、一つも残ってなくてこれだけちょっと残ってました、うん。
で、この部屋、おここ手形、うわ。え、これめちゃくちゃ外からなんですよ。はい、確かに。これ開催中に、まあ、お客さんがこっちからババって音聞いたって言って、まあ、見に来たら、まあ、こういう跡がついてたらしいんですけど、はい、これ外から開けようとしてるんですよ。本当だ、こっちで固定してみたいな、うん、そうですね、買ったっけみたいな、はい、なんでまあ、まあ霊的なのか人間的なのかっていうのはちょっと分かんないですけど、僕は これに至っては人間かなってちょっと思っちゃいます。はい、こんなに後残るもんです。確かに結構もう何だろう、これ汚れて多分触ったら後つくんですよね。ああ、はい、おっ、君やじゃない。あー、オッケー、なんだ、すいません、すいません、すいません、ほんと、すいません、わざとじゃないですよ。もうこんなひどい、はい、やりましょう。こんなことありますよ。いや、ないですよ。じゃあこっちのちょっと古いです。ここから先築年数がちょっと変わるんで、あ、ここの家、あのちょっと 8DK って聞いてたんですけど、なんか部屋が一つ足りないと、はい、いうことになって、で、あれどこにあるんだろうって言って探してたら、このカーテンに違和感感じて、はい、これ開けたら、え、あ、うわ、こっちから見ます。これ、うわ、これあの部屋なんですよ、はい、部屋をガチガチに塞いでるんですよね。で塞いでて、もうこの中今入れないですよ。絶対開かないんですけど、まあ、完全に個人で塞いだ、業者がやった感じじゃないんですけど、はい、ここは中見とかないとなーって思って、最悪壊すしかないかなと思ってたんですけど、はい、なんとか裏からここ入れたんですよ、はいはい、入れて、で中ちょっと見たら、うん、あの井戸に落っこちて亡くなった女の子の部屋だったんですよね、はい、ここは。で怖いのがこの押し入れに、あの家、女の子の家があって、はい、で仏壇の一式、まあ、おりんとか、はい、まあ、ろうそく立てとか、もうお線香立てとかがうわーっと上段に並んでて、下の段には、まあ、遺品、ランドセルとかリコーダーとか、うん、亡くなった年の多分カレンダーとかがぎっしり入ってて、はい、あ、この部屋はちょっとやばいと、うん、素人ながら思ったんですけど、もう一個ちょっと実害的にちょっと怖いのが、あの開催中に多分お母さん、はい、亡くなった女の子のお母さんが一回入ってきたんですよ。え、部屋の中に。飛行機っすね。ちょっと待って、すいません。で入ってきて、あのもうガラガラガラってなって、で中で普通に人が歩こうとして、うん、で遺品がいっぱい入ってる下の段をガサガサガサってやりながら、うん、なんか言ってんすよ、うん、ちょっともうちょっと精神的には普通じゃない状態、もう独り言言って、うん、あーみたいに言いながら下の段ガサ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 ってして、でまたって言って出てったんですよ、うん、これもう深夜なんですよね、うん、なんでお母さんって分かったの？あの恋が結構ちょっと年いった女性の恋だったっていうのと、はい、ちょいちょいここ誰か入ってる形跡があったんですよ、うん、でなんか仏壇にアンパンマンチョコ置いてったりとか、あ、なんかお線香が立ってたりとかいろいろしたんで、うん、なんかお母さんっぽいなと、うんうん、思ったんですけど、まあこれは確証はないです、うんうん、はい、だろうなとって感じですね。
にしてもこんなガチガチに止めます、うん、何にもなくて、ね、これ多分これも、うん、思ったんですけど、まあこれは確証はないです、うんうん、はい、だろうなとって感じですね。にしてもこんなガチガチに止めます、ね、うん、何にもなくて、ね、これ多分これも、うん、なんかガンガンみたいな音が鳴りましたよね。鳴った鳴った、うん、え、だからこれ下手したら今お母さんこうやって耳つけて聞いてる可能性全然あるんですよ、中に入ってる。マジか、はい、外からこの部屋入れないんですよね今回。入るのはちょっと禁止になったんですよ。あ、うん、はい、これ暗夜に来た方で、まあここ基本入るのはちょっとダメだって言ってたんですけど、ここに入った方が、まあ、簡単に言うとその大丈夫です、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 ちょっと巻きで話します、はいはい、あのここに入った方がいたんですけど、その方がまあ暗夜の YouTube にも出したんですけど行方不明になったんですよ。うん、なんで分かんないです。ここに5名で来た中で1名だけ入っちゃダメって言ったのにここにこっそり入った方がいて、うん、その方だけ次の日行方不明になって、うん、で警察の捜査がっつり入ったんですけど、うん、あのまだ見つかんないですか。いや、あの、ね、今年入って見つかったんですよ。はい、はい、これちょっと伏せてくださいね。あの奥あの沈んでたんですよ。うーわ、はい、沈んでた出たってこと。で、裏山めっちゃ手前の これもちょっと名前全部使えないですけど、車はあったんですけど、そっから数十キロ離れてるそので、古いなって。こんなとこないよマジで、うん、ちょっとすごすぎますね。だからそれ、まあその方がね、あの結構僕話して分かってたんで、結構明るい感じで、今思えばっていうのも一切ないんで、っていうのもあってここはちょっと立ち入り禁止にしてます。今まで来られた方でそれこうになった人って何人かいるんですか。いや、もう数え切れない、数え切れない。これ、はい、ちょっと待って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 、ここがあの残留物が一番残ってる部屋なんですけど、はい、まああのやっぱ子供がいたのかなっていう、はい、この星のシールとか。そうですね。でまあお兄ちゃんとか男性の人かなっていう感じなんですけど、はい、このね隙間が破られた形跡あるの分かります。あ、でも分かります。こっちも全部破られてるんですよ、はい、これあのこの家に隠されてる刃物とかいろんなものって、はい、大体ここの隙間から出てくるんですよね。うん、で今年の長期のあの年始の方の長期の休みの時に多分これここに来てビリビリビリって全部破いてって、うん、中からなんか回収してるんですよ。なるほど、はい、って感じです。でここの向かいの部屋が、まあ、例の視察事件。はい、これあれえ、なかったんですか。いや、これはここに入ってるはずです。いつまで入ってました。これ昨日っす。
なんであの人形といい動きまくってるじゃないですか。あれ正直スタッフさんこれここ入ってないです。こっちで来てます。あ、さっきのこんな動くことあるんですか。さっきの機材部屋しか行ってないんで。あ、こっちが来てないと。来てないです。一切行ってないです。え、これ自体はでもここにあったんですよね、ずっと。いや、これだって。え、触るんですか。いや、これだってここにこうなってるんです。へー。これもともとここの中にこうやって入ってて、はい、こうやって隠されてて、はい、これお客さんが見つけたんですけど、はい、で、ちょっとあるかどうか分かりやすくするためにこの状態で僕置いてるんですよ。はい、落ちるのは落ちないですよ。落ちないですよね。あれ、しかもこの長い、うん、あの滑用の滑舌ないんですか。ここにあったものないんですか。え、あったですか。いや、すぐあるよ。え、あの刃物がない。え、マジで誰が持ってるの。他の方の動画とか見れば分かるんですけど、ここに落ちてるんですよ。え、なんか一瞬さ、自分ない、ない。昨日まであったんですよね。あれはまた別の刃物です、ね、回収されたんだ。回収。やめてやめてやめて。今日回収されたんじゃん。絶対そうですよね。今日なんかありすぎじゃないですか。本当に入ってないですもんね。入ってないです。え、これってフラグですか、なんか。いや、フラグじゃなきゃいいんですけどね。心霊とどっち心霊的な。いや、本当にちょっとわかんないですけど、まあ、これがあの視察事件の、うん、これか。ここに遺体があって、まあ、いろいろ染みついたと、はい、で、ちょっと血痕みたいなのもちょっと残ってるんですけど、で、揉め合った時にこのガラスもバーンと割れてて、はい、今塞がってるんですけど、今割れてるんですよね、うん、はい、で、そこの後ろに釘でこのバン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 刺された、はいはい、跡があるんですけど、これ気づかなかったんですけど、じーっと見ると、あ、目だ、人の目の写真。え、あ、本当だ。え、うん、おー、すごい。なんかこれですか。そうです。これあのバン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 打ち込んでて、うん、これいろいろ調べたら、これ被害者の女性、うん、と一致したんです。この目の。なんで多分これ。刺殺事件でバーンってやった人が相当な怨念でこのバン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 打ち込んだ。じゃあ刺殺もその何度もめった刺しみたいなことですか。結構そうですね。この穴は何ですか。ここもちょっと分かんないですけど、下手したら釘とかかもしれないですよね、うん、これだけあるんで。で、回収したんですけど、これだけちょっと回収しきれてなかったのかもしれないです。っていう感じです。はい。じゃあ最後に向こうの部屋を。ちょっと床がここはもう本当に古くて抜けやすいので。あ、これはあれ電子レンジです。はい。電子レンジ。ちょっと意味わかんないまで言っちゃったんですけど、あの普通の電子レンジ。あのこれ使えるんで。はい。あ、使えるんです。はい。あの僕んちにあったやつ。なんであのこれ使ってください。はい。はい、ちょっと場所怖いと思うんですけど。で、こっちがお風呂です。はい。ちょっと闇風呂ってクエストをやると、はい、ここに一人で入って、はい、もう家全部真っ暗にして、はい、他の方全員出て、はい、まあ通常だったら車で数キロ全員で離れます、この屋敷から。で、完全に孤立した状態で、まあ
15分近くいると、はい、まあ、これやる方はあんまりいないですけどね。さすがですね、この説明を受けて。やった人がいるんですかね、いますね。何も起きなかったんですか。いや、やっぱ音がすごかったりとか、まあ、その後その方だけなんか起きたりとか。うわ、立ち悪いのが後日に起きるみたいな、ね、あ、当日じゃないんですね。そうです、後日ちょっと事故っちゃうとか、家に帰ってなんか起きるとか。そうよね。これ割れて、あとあるのはこれ開催中に 石飛んできたんですよ。石飛んできてバーンって言ってここに落ちてたんですけど、あの警察呼んだんですけど、はい、あの、うん、まだその犯人がいたとしても捕まってないんですよ、うん、だこれも霊的なのか人為的なのかちょっと全然分かってない。塩もありますね。塩もね、この部屋がついあります。情報量多いですね。多いですね。すごいですよ。終盤なんで、いろいろ分かってるんで。なんかその人為的と怖いのと、心霊とのかな。どっちかはっきり分かればいい。これが井戸です。この花何ですか？この、これか。あ、これ多分お供えしたんですよ、誰かが。ここで亡くなってるんですよね。ここで起こして亡くなってて、で、あのこれ多分個人で塞いだんですよ。業者だったらこの穴開けるんですよ、うん、あ、そうなんです、はい、ですけど穴開いてないんで、まあ個人で塞いだ方がいると、下手したら何か入ってる可能性が高いって感じですね。まあここは踏まない形で、はい、はい、じゃあそんな感じです。はい。いや本当情報量が確かに多すぎます、ね。情報量すごいですけど、はい、ちょっともうどこに入っちゃダメとか、あれ踏んじゃダメとかもう多すぎてですね。いつ間違いを犯すか分かんない。男性陣にはあのお二人から言わないのかは任せますけど。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。